こんばんは、真相の火曜日、キャスターの上杉隆です。こんばんは、西谷由紀子です。夏8月になりまして、今日は8月6日、はい、そうですね、広島でいうと原爆の日、はい。そして私さっきこんな格好してるのは、先ほど、はい、今日のゲストの方にも関係するんですが、はい、元総務大臣の原口和弘さんの奥様が、はい、昨日、急死されまして、そのお通夜に行ってきて、はい、今急遽戻ってきたんですが、あの若い方ですよね。そうですね、52歳で、はい、私もあの秘書時代から、そしてジャーナリスト時代も含めてずっと交流があるんですがね、お子さんもまだ3人小さいというか、そんなにね成人してないですし、でその原口さんというと、あの 3.11、はい、直後に、政府、当時官政権、民主党政権にいろんな形で、ね、掛け合って、いろんなその放射能の被爆を防ぐとか、未然に防ぐとか、情報公開しろとやってくれた張本人なんですが、うん、その原口さんの中でもですね、海洋リークに関しても実は裏で本当に動いてくださったんですね、うん。今日はその海洋リークも関連するこの方がゲストです。はい、国際環境 NGO グリーンピースジャパン事務局長の佐藤純一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ということで、佐藤さんはニュースの真相、この前の、はい、朝日ニュースター時代のニュースの真相から数えると 1、2、3、4、4か5か5回目ぐらいなんですが、はい、最初にご出演いただいた時は、はい、前科者として、あ、違う、被告人、まあ、違う、あの被告人の最中ですよね。そうです、まあ、裁判中でしたね、最高裁の、はい、あ、なのでまだその時は推定無罪ですから。そうです、はい、日本は推定有罪じゃないですか。マスコミによる有罪が、そうですね、推定有罪ですよね。ひどいですね、はい、なので今の方がどちらかというと前科者ですね。あ、そうだ、はい、おめでとうございます、はい、あの裁判確定してしまいました、ね、確定して、はい、あれ当時はあの海外にも行けないと、はい、そうですね、あの、まあ、海外に行けないといってもパスポートがあの、うん、あの制限がかかってるので、あの毎回その請求しなきゃいけなくて、あの5年パスポートとかじゃなくて、あの8ヶ月パスポートという。あ、そうだそうだ、そうなんですよ。だからあの例えば6ヶ月有効期限が必要なところに行くとすると、うん、実質2ヶ月しか使えないので、うん、毎回の申請料を払わなきゃいけないという、嫌がらせですね。本当ですね。で、活動の、でその佐藤さんの前任者の星川純さんが、はい、実はニュースの真相何度も出ていただいて、で、屋久島にちょっとこもるんで、うん、新しい前任者をと言って紹介されたのが佐藤さんなんですね、はい、うん、でよりによってそんな危険な人物かとというふうに思ったら、はい、実は危険どころか、なんかあれ、グリーンピースのイメージは変わるんじゃないかと。そうですよね。ということで、はい、私自身もグリーンピースという呼び方をやめて、緑豆と。え、そうなんです。だから緑豆町なんですよ。そう、緑豆ですよ、グリーンピースって。グリーンピース、はいはいはい、緑豆事務局長なの、緑豆町よりなんか平和的な感じがします、言ったら結構普通に寄ってきていただく、ね、はい、こういうイメージ。